動画をご覧いただきありがとうございます。中島元気です。今回は、ミステリーショッパーのサイトを紹介したいと思います。よろしくお願いします。いやー、寒くなりましたね。もう11月になっちゃいました。中島元気です。今回はですね、ミステリーショッパーを紹介したいと思ってるんですけれども、覆面調査ミステリーショッパーって知ってますか？怪しいネーミングですよね。テレビなどで紹介されているのでご存知の方も多いと思います。ミステリーショッパーとは、一般のお客さんとしてお店を利用して接客態度や店内環境を評価するという調査方法のことです。この調査を行うと報酬がもらえる案件があるのですが、それをまとめたサイトがあります。今回は、そのサイトを紹介したいと思います。そのサイトはこのファンクルというサイトです。はい。でですね、実際どういった案件があるかというと、こういったですね、お店ですね、お店で食事をしてもらえる、案件ですね。それと、この脱毛、実際そのお店で、利用して、もらえる、そういった案件。それからここの、あれですね、お試しですね、サンプル品ですね。サンプル品をもらって、それを評価して、ポイントがもらえる、報酬がもらえるっていうものですね。そういったものがありますね。はい。本当いろいろあって、まあこの食事なんか本当いいですよね。食べて、報酬がもらえるわけですから、いいですよね。うん、でですね、このように、ジャンルからモニターを探すっていうのと、グルメ、ビューティー、お買い物、ライフ、ネットショッピング、新商品、サンプル、あとアンケートに答えるだけで、報酬が発生するもの、あとですね、会員登録、例えば、クレジットカードですね、クレジットカードを使うともらえるっていうのもあります。で、エリアからモニターを探すっていうのもありますね。はい。あとですね、人気があって、応募しても、応募できないっていうのがあるんですね。で、そういった場合は、キャンセル待ちサービスっていうのが用意されているので、こちらを利用するといいと思います。はい。まあ本当、こんな風にいろいろあるんで、まあ、転売とは違うんですけれども、楽しくですね、報酬がもらえるということで、今回はですね、このミステリーショッパーのファンクル、紹介させていただきました。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。失礼します。